久しぶりから紹介します。キーパーがセサールです。トーレス・ゴメス、ハインツェ、マルコス・サンタマリア、そしてロサーノが今日最終ラインに入っています。でカミネロ・ロドリーゴ、ハビ・ヒメネス、ビクトール、そして、ジョー・ショージです。画面はビクトールです。そして、リザーブはご覧の通りです。もうなんか水際って感じですね。ビクトール、さあジョー、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 1対1、ジョー、ジョー、かわした、ジョー、おー、ジョー、おお、このパフォーマンスが見たかった。ジョー、ついに初ゴール来ましたね。よかった、いやーよかった、大きなゴールですね、これは。よかった、ちょっと遅いかなと思ったんですけれどもね、シュートスタイミングが。いやー、こう会場を映してくれるのはなんか現地のテレビとても好意的な感じがしますね。さあもう一回見ましょう。あー、ちょうど全員敵陣に入ってたんですね。そうですね、これはオフサイドがない。残っていたジョー、ここ落ち着いてましたね。この切り返し遅いかなと思ったんですが、ダンジュをかわして、しかも左足、決して得意ではない左足。そうですね、いやー、いろんな思いがこのドリブルの最中彼の頭の中駆け抜けたと思いますけれども ね、 そうでしょうね。ここで打とうという判断も当然あったと思うんですよ。あ、ね、あ、でもここはいい、ここで一瞬止まったのが大きかったですね。そうですね、はい、あの金子さんずっとおっしゃっていたその緩急ですよね、はい、止まったことによってゴールキーパーの動き彼にははっきり見えたと思うんですよ。はい、彼はこの前中も本当はもっと上手いんですけどもキック、デリーバルですよ。画面でした、デリーバルです。ロサーノのクリアです。オノプコ、ジョー、オノプコ、ケイタ、ハビ・ヒメネス、ジョー、ジョー、拍手が湧きますね。いいプレーですね、はい、ロドリーゴ行きます。ロドリーゴ、オノプコマーク、ロドリーゴ、残念。ソリマチさんお気に入りのタムードのゴールのようですね天才って言ってましたっけ、はい、ジョー、ジョー、ジョー、お、ジョー、オノプコ、ケイタ、ポンペイ、うわ、うん、頑張ってる。ジョー、ここで直撃してしまったようです ね、 ですね。ポンペイ、これは痛い、そんなに起きられないでしょう、これは。うわー、ー痛い、直撃だ。ポンペイ戻ってきた、まだ痛い。さて、ジョーのクロス、うん、エステバンがキャッチします。それゴールキーパーの方のエステバンですね、と決められちゃいましたね。いい形だ、シュートー、決まった、ジョー、右をトーレス・ゴメスがえぐって、そして2点目。いやー、大きなゴールですね、これは彼にとって。そうですね、はい、後半25分から6分になるところです。そして今のエウセビオの表情が物語る、このゴールがどれほどバジャドリの選手たちに力を与えたか、ね、楽にしたかですよね、そうですね。さあ、ジョーの動きはここですね、真ん中、ここで彼我慢できなかったんですよね、はい、味方が入ってきてしまうとこのポジション明け渡してしまってたんですが、これはしかしジョー選手の得意な形ですね、はい、ジョーかな、この拍手は、拍手で交代するわけですね。9番は誰と交代、あ、ジョーですね。あ、さあ、ジョー今日は2ゴールを挙げました。そして
ペテルナッチ。この非難のブーイングは何ですかね。何でしょうね、変えたことですかね。うん、可能性はありますね、ハットトリックを見たかったという。そうですね、はい、最後まで痛かった。